さあ始まりましたよ。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。エイドセパレです。はい、シトです。さあシトくん、今日は新企画、いよいよ新企画が始動と始動しますよということで、じゃあタイトルからいきましょうか。はい、何やるんですか今日は。ジャックポットレース2ということでね、はい、全く新しい企画をお届けしようと。もう最新のね、ひねりにひねった新企画でございますよ。大丈夫ですか、クレーム来ませんか、最終回って言ってて。いや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 、またやるんですか。いやいや、順序を持ってね説明しますよ、はい、主張がいいからって続けるんじゃないかと、ゼニゲバじゃんじゃないかというふうに言われるんじゃないですか。これでそういうところは言うんじゃないって静かに、そういうの言わなければバレないんだからじゃあとりあえずね、はい、そういうところでコンセプトと目標の方をね、企画のルール説明で、ルール説明ですか、していきたいと思います。はい、はい、ということで、まずこのジャックポットボートレース2、コンセプトは各場における出目の必勝法をまあ探す、まあこれが一つのコンセプトとしてある。だからジャックポットボートレース1が一つの試金石となって、うん、次は各場の特徴をさらに深掘りしていこうじゃないかと。その通りです。でここでまあ目標をね、はい、明確にしたいと思います。はい、前回と同じく10万周は狙いましょうと、はい、まず狙うと、うん、まあこれは一つ、はい、ただそれだけじゃない、ちゃんとプラス収支を目指しましょうと。まあ今回はとりあえずボックスと8点、おうおうおう、まああのまあ14全みたいな感じで、1441全みたいな感じの、まあ、マックス14点ですね。で上別で買い目は変更していきます。なるほど、だから今までのジャックポットボートレースの1とは違って、うん、この上はこの出目、うん、この上はこの出目、そうです、しっかりと分析した上でやっていくということですね。そうです、まずどの上で買うか、まあ そして何の出目を買うかっていうところを相談したいと思います。明日は琵琶湖の生配信があるというところで、前日の夜に集まって、じゃあ何を買おうかみたいな相談をね、で明日僕朝一ちゃんと早起きをして買ってますので、まず上を決めていきましょうっていうところなんですけど、どこがいい、しとくん戸田とかは買ってもいいんじゃない。上ごとに変えられるんだったら、うん、俺別にどこでもいいと思うよ。やっぱモーニングはインが硬い分荒れた時がボーンってくるから、うん、まあやっぱり狙っておくべきと。狙っておくべき。じゃあ唐津徳山がありますよ明日。じゃあ唐津徳山でいきましょう。戸田やりたいっつって、ね、戸田やりたいね。でまあもう一個満州御三家で江戸川とかどうですか。だから入れといていいと思うよ、そういうところは。だって出目変えられるんだから。じゃあ明日はここの4条でじゃあ実践していこうか。じゃあもう全部行くってわけじゃなくてね、大丈夫です。まあそうしたら金額もやばいから。じゃあそれで買い目を決めていこうと思います。はい、じゃあまず戸田ですね。戸田何買おうか、ま、戸田か、うん、俺戸田だったら1個買いたいのがもう4頭、まあ、センター表集目ですよね、うん、4号とか、そうだ、4号前とかは俺買いたいなと思ってる。あ、いいんじゃない、フォーメーションの方で。あとボックスですよ、うん、例えばセンター強襲系だから、それが失敗した場合のボックスとかいいじゃない。タイガース目的な2号系とか。じゃあ2号の6とかいく。あ、外も含めてね、いいじゃん。2ゴロボックスだっていいんじゃない。あ、2ゴロボックス、オッケーオッケー。じゃあとりあえず戸田は2ゴロボックスと4号4号前と、うん、じゃあそれ決定でいいんじゃないですか。はい、じゃあちょっとこれで明日の朝買っていきたいと思いますので、はい、お願いします。じゃあ明日しとくん琵琶湖よろしくお願いします。はい、最近ちゃんと起きれるようだからね、頑張ってね。君も、君は朝起きるしか脳がないんだから。うるせえデブ、何なのハゲ。はい、おはようございます。現時点で8時20分ですか。まだ時間あるんで、とりあえず、どれくらい入れよう、8枚入れようか。はい、昨日の時点である程度ちょっと、まあ、決めてるんで、まあ、それをただ買っていくっていう感じですね。まずは戸田からいきましょうか。4567891011121として、4号4号全。次ボックスですね。確か2ゴロだったね。2ゴロ。はい、2ゴロボックスと。はい、合計1万7000円ぐらいですか。1万6800円。これを、買ってみますと。これを4錠買っていく感じかな。とりあえずは。あ、OK。とりあえず戸田買えました。はい、次、江戸川と。1、2、3ボックスと。あとは、5、6、前5、6と。いい感じですね。はい、ということで、1万6800円こちらも入れます。はい、徳山156、次は41全で4全1と。はい、 OK。 7万ぐらい入れればいいのか次から。まあいいでしょう今回は。確かなんかピクミンだね、ピクミン買うんだった。はい、345、はい、次52全、あと5全2と。
まあ、ある意味タイガース目ですね、これも。はい、でこれも1万6800円と。まあ言うてちょっと1万ぐらいアップしたって感じか。はい、とりあえずこれで購入しました。とはい、残りがね、1万2800円か。結構残っちゃったな。どうしよう、どうしよう。まあとりあえずちょっと一回ね、買ったよっていうのを証拠を、はい、こちらです。戸田江戸川徳山唐津と全部1万6800円ずつ買いました。生産まずしましょう。はい、とりあえず生産しまして、でゼロのままだと的中なかった時分かっちゃうんで、一応1000円だけ入れておきます。はい、 OK、 1000円残ってますね。ということで、これでもうちょっと時間残して、後で開けたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。7月6日17時37分、はい、なんかしとくん、そういえば指摘があったんだけど、うん、この壁紙何っていう、これミッキーマウス、可愛いでしょ。はい、じゃあ、じゃあ早速ね、はい、開封の儀を、新生ジャックポットボートレースの開封の儀をやっていきたいと思います。さあ見ていくか。はい、ということで、6万8000円以上あれば勝ちと。勝ちです。で1000円入ってるから、まあここに出てくる数字が1000円、ま、以上の数字を示せばいいってことね。うん、そう。じゃあめくっていきますよ。うん、最終回から2始めるのが早すぎるのよ。これこんなことやってるとあれだよ、どうせデキレースだったんだろうと、残念ですって言われますよ。いや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 、まるであれだからね、なんとかのワニみたいに終わった瞬間グッズ販売するみたいな勢いだからねこれ。これはこうでいいよね。はい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 、ひとまずまあまあこれはいつも通りですね。で次の桁に、まあ、1から9の数字があれば的中と、うん、いうことですよね。あ、てか0じゃなければ、そう0じゃなければいい。だから1000円は入ってるから。でも俺江戸川で123あるから、多分何かしらの的中あると思うんだよね。えまたこのパターンね。これさ、大丈夫、これ9です。9が一番ムカつくのよ、この0と見せかけるから。1回いくよ。いやマジで多分0。あ、ざけんなよマジでさ。最終回、いや最終回じゃねえよ、初っ端なんだよ。お前がいつも最終回最終回って言うからさ最終回のフラグ立っちゃうんだよ。これ1000円だったら結構あれ、いやあのね、次ゼロだったらもういよいよやばい、終了です。あのもう4桁目いかなくていいです、これ。次回みたいな感じでそうそういきますよ。これマジないぽよ、頼む、ゼロ以外で。あー、なんかいた、6だろうね。あー、よかった。あ、でも変換とか、変換とかで600円っていうのはあり得る。あり得るな。でこれが次が1だったらマジ絶望。1だったら1600円があるってことだよね。うん、いきますよ。お、なんかいる。でもこれどう、 5か6だと思うんだよね。これ6っぽくない？そうだね、これ6だね。6だね。5000円。とりあえずじゃあ続きいきますよ。寒いな、それ寒いんだよな。次の桁にいらっしゃらなければ終了と。7だったらプラテン。でいきなり必勝法と言っていいね。6以下は基本寒いと。いや、もっと寒いのある。何もいらっしゃらない。あると思うなよ。常に5桁目があると思うなよ。いや俺5桁目あるって信じたいな。これいない可能性がマジで寒い。いや、いなくね。あ、いない、これやばい、終わったかも、これやばい。あ、最終回マジで。あー、あー、いるでしょ。これ1だと思うよ俺は。逆にだよ、0が一番熱かったわけじゃん。そうだね、1も熱い方なの。あー、なるほど。でもね、11万ということがあります。これ俺そんなこと言ったら2まで見るよ。これは1だと思うんだよね俺。この出方あんまりないもん。あ、1だわ。1万5000円戻ってきました。脂肪薄だね。これもう一気にいっていい。はい、いいですよ、ですよ。だって帯はないじゃん。だから一気にいくよこれ。はい、いいですよ、お願いします。いきます。でいった。ですよね、まあ、分かってはいたよ。この企画始まったか。まあ、ちょっとまずはさ、的中があったことはあったから。うん、ということでちょっと一回ね、的中一覧をちょっと見たいね。で何が当たったのかという
あ、結構当たってる。ほぼ江戸川。江戸川攻略できてるんじゃない？いやでもダメだよ。江戸川どっちにしろ1万7000円使ってるから、うん、1万7000円以上返ってこないとダメだから。うん、あ難しいな今回のジャックポット。難易度上がったような気がする。いやでもこれ研究のしがいはあると思うよ。うん、研究結果を見ようや。まず戸田さんね。戸田さんは2ごろと4ご、4ご、4ご前。でも今日マンション全然出てないね。マンション出てないね。4頭は合ってるね。やっぱセンター強襲の上位。戸田はまだ検証のしがいがあるから。今日はちょっと固めだね。江戸川さんが1、2、3ボックス。今日なんか、今日なんかあれだね。戸田、江戸川両方ちょっと萎縮してるよ、ね、萎縮してるね、うん、じゃあちょっと別の徳山。あと徳山、あ徳山3万周。うわ惜しくないこれ。こういうところの万周は16ですよ。ほら16、16。ここで万周2本取れるんだから。あ1、5、6前とかありかもな。次回徳山は1、5、6前。ちょっとこれメモね。うん、唐津も近い感じだと思うんだよね。あの唐津も今日全然だな。あ今日基本的に出てないんだよね。で今回満州が出なくてもある程度回収率が上げられるじゃん。だからちょっと研究のしがいがあるという。だから江戸川は割と見えたよね。1、2、3ボックスやれば的中は取れるけれども、なかなか難しいと。てか1、6、1、5で買っとけばいいんじゃない全場。インバン狙いで常に。あの次回さ、今回14点で買ったじゃん、うん、もうちょっと絞ってもいいと思う。もうちょっと絞ってもいいかもね。8点とか、うん、だって確実に取り紙するから。そう、場ごとに戸田はフォーメーションだけ、江戸川はボックスの方がいいよ。そういう風にやっていった方がいいと。やっぱモーニングダメだな。モーニングなんか出ない、当たんないよ。モーニングなんか、モーニングでやるにはやっぱ破壊的満州が出ないと。無理無理、ラス回収モーニングなんかやっちゃダメ。授業料というとこで、うん、5万円払いましたけど、うん、だからちょっと早く5万円返して。それは後でどうにかしてくれよ。そっちで金返せ泥棒。警察さんここです。その金を盗んで逃げるやつここです。